父さん、おじいちゃん死んじゃったって。おじいちゃんが死んじゃった時セックスしてたんです。あらま、あんたたちのおじいちゃんの葬式なんだからね。全然自由なんかじゃないです。自分で選んでそうしてるの、この野郎。せめて葬式が終わるまで幸せな家族のふりをしような。おじいちゃん戻る道はもうない。